子供の時見とったテレビ番組ってどんなんがある？エンタの神様。ああ。なんかでもこの間ね、エンタの神様が昨日かな一昨日かな、あるって聞いてて、うわ絶対それ見るって言いながら普通に忘れてた。いやそもそも習慣的に見ないからね。あれは録画は？録画はしない。録画機能ない。録画機能ない。録画機能ない。じゃあとりあえずただのテレビない。そう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 。ちなみにエンタの芸人に出とった芸人で一番好きな芸人は？バカリズム。あ、バカリズム。バカリズムのね、結構なとこ攻めてくるね。私絵を使う人が好きで、いや分かりやすいじゃない？バカリズムって絵をよく使うでしょ。この間面白かったのが早口言葉で、これそれエンタじゃないんだけど、今田さんが MC しとったんやけど、今田さんと鶴瓶さんが MC しとったやつなんだけど、番組でね、で1分だけネタをやれるコーナーがあったんよ。そこにこうやってこう紙を使ってこうやってこうめくる人がおって、その人が自分の絵を使って早口言葉を言ってたのね。ああ俺もそれ知ってるかも。いやすごいそれが面白かった。それなんか TikTok とかでもバズってなかった？あ、分からん、知らない。そうなんだ。サーバーに映る自分ブス。他に好きなお笑い芸人は？他に好きなお笑い芸人、サンドイッチマンとかナイツとか。ナイツってすごい面白い。ナイツとかでも結構あれじゃない、賢い漫才じゃない？そう、時事ネタ挟んでくるね。時事ネタ漫才大丈夫？ついていける？いや私はねついていけんけどついていけんのに面白いかあれなんかついていけんちゅうか、ほらある程度なんか時事ネタでもコアな時事ネタじゃないやん。まあまあ今話題のね。そう、ちゃんと話題じゃない、それをねぶっこんでくるから、いや面白いなって。あとは私が好きなのは四千頭身。四千頭身はなんとだっけ今顎すごかったぞ。大丈夫かそれ出して四千頭身は確かに好きそう。四千頭身面白い。あれ面白いね。四千頭身面白いね。千鳥が俺は好きやけど。いいねいいね。もうシンプルにいいよね。ノブと大悟やったらどっちです？ノブじゃんノブか。ノブじゃー。まあ女性人気はノブの方が高そうやね。そうだね。さ私すごい好きなのが、ほんと一瞬のロケでノブが海の近くのなんていうの、河川敷じゃないけどなんかほらなんていうのいやちょっと待って全然わからん。海の近くの河川敷じゃなくて浜辺じゃなくて、浜辺じゃなくてなんていうんだろう、ほらこの防波堤みたいな、みたいなテトラポットみたいな。そうそうそう、でそこでこの何かをこう本当にギリギリでこう積んでたね。あと少し押されればもう海に落ちるってとこに大悟が近寄ってこうやってすんだよ。こうやって「おいバカバカバカ押すんじゃねえ」って言いながら、ノブが言うんだけど「押すんじゃねえ」って言いながら大悟が自分で飛び込んでいくっていうそしたらノブが「どんなお笑い?」って言ってた。で今度海にロケ行って、いやで海っすかもう速攻成り立たんよ海は見るだけやったらいいよ。カメラマン押すふりしてリカ子落ちてってよ。やだ海に。やだ私海に入るの好かんもん。そうな、なんで？臭いけん綺麗な海もある綺麗な海もある全部が草ない綺麗な海もあるわ。